は、ダナフクロウです。アイテムはないけどとりあえず様子見で戦うよ。ダナフクロウってことはレナフクロウがいるかもしれない。と急に思ったよ。ここは？見ろ！あそこ！なんかヤバそうなのが出てきたぞ。歓迎の趣向としては芸がないな。来るよ。フード戦じゃないの。ボルラーンはまだ消耗させる気なの。ボルラーンのもてなしか。戦う前に死んじゃうよ。あいつの趣味がわかるよね。バカ言ってないで集中しなさい。炎よ、あんたに巻き込める。優勝を攻めるのが上策だ。
発信性は嫌いだよ。これはレベル上げの強みでないとダメ。相手向かってきたよ。青目ドラケンで学んだんだ。アイテムは早めに買ってこいつだね。家の回転から体力も切り替えてくれるよ。大地の元に貴様か。何かエアプレッシャーの2打電子だから可能性を作って戦ってるよ。こういうミニと攻撃が来ないからね。ここやめ撃ち。味方しよう。どこだ。メガオの世界よ。どういうの。炎よ巻き込め。そのやるか。やっと通せ。どういうの。ゲート攻撃回数も使えてるね。これも限りにからのもんだけどだよ。やっと通せ。死ぬの必要。こっちの番だ。通せ。なら私が妨害を頼む。メガオーテガニュー魔王エミカ。ワンゼロキュー終われるよ。アンタンキュー止めるクーラー。まだ使って回る。やっと気ができた。この子逃がってはあるまい。魔王エミカ先生さん何だ。どういうと氷の闇に氷の闇にフリーズランド。いじった。やるか。やるぞ。燃えろ。めぐみの光よ。通せ。はい。絶対に魔王やにか。簡単だよ。簡単。通せ。人生だね。初戦時は火力が上がったのかなって思ってたけど、2対2からなんだね。設定された体力が低いだけだったよ。
炎よ巻き込め弾切れよ行くわよ本気で行くどっちの魔法かわかんないね いつもならオーバーリミック状態の時に攻撃しないけど今回は余裕もないし攻撃していくよなかなかの攻撃ちょっとは認めたか別に認めてないわけだ魔王へ行かせるゲートはこれでいけるアクリル組もそろそろ回復させては不可能だねどのピース組は高いんだね回復やつがやられてピンチだよ決めたこれで終わりだ残り1体だよなんとかここまで来たね勝利が見えてきたよひとまず一撃片付いたかこれでなんとかなりそうですねなんでこれダメージなの目立ててくるのゲームかなんて死体が残ってるの待て様子がおかしい合体だぞそんなの聞いてないよ合体とかかっこいいこと決めて人間がみたいに見た目しないで絶望からの絶望だよ死の力だって呼び戻すこれほどとは水の精霊術よ恵の精霊術よファーストライク私に任せて鬼の連続使用が動けないよ治癒の術よ2体が使用していた技が使える感じだねこれが悪人版が違ったら属性も違うのかな青い方をメインの合体になってるもんねこれ2級で余裕があれば大から倒してみたいねどこだ
く新しい飛行機を狙って死んだよ。欲張るとダメだね。ここで決めてやる。ここはブレーキが一人ダウンはもったいない。魔王エミカ、チームの限りはあるの。ソーテどういうぞ。ラッキーバースト流星陣、この前に水の精霊術を君の手に立つ。今だ。決めたを這うがいい。氷の槍よ。どういうぞ。動く流星陣、フリーズランタ。まだやれる。いった、やらせた。はい、行くよ。いてつく氷の槍よ。水を投げたとは。フリーズランタ。宇宙。いてつく氷の槍よ。出せないよ。フリーズランタ。だよ。嵐に。CP ももうなくなってしまったよ。温存しているやりもない。全然使うよ。こっちの番だ。超絶どういうと。ヒーラー2人がやられた時の絶望感すごいよ。ライフボトルをマックスまで買っておいてよかった。メンバーチェンジで復帰時間をカットするよ。この相手は近接殺しのところあるから控えにしてたんだけど、そんなことも言ってられないよ。装備には期待してないよ。自分で操作するときまで待ってね。近接の能力自体はすごい高いと思ってるからね。交代できなかったからね。当たり前といえば当たり前だけど、試したことなかったからね。この空振りは痛い。
みんな、無事か？あ、だが、何度もこういうのが出てくると、ウォルランの元にたどり着く前の消耗が心配だな。もう消耗しすぎてるよ。私の髪の毛みたいだね。よほど我々の心変わりが心配らしい。律儀なことだ。辛いが、今は先に進むことに専念するんだ、アルフェン。わかってる。大丈夫か、シオン。ええ、ありがとう。まだ何が出てくるかわからない。無理するなよ。敵がいないかどうか見てくるわ。どうした？うん、なんか、なんだろう。あ？シオン、アルフェンにだけ、なんていうか、よそよそしいっていうか。そうか？いつもあんな感じだろ。そんなことない！助けた時はもっと。だったらあれだろ。ほら、そっくりなご先祖のこと。それもあるのかもしれないけど。気にしすぎじゃないのか？なんだよ。ううん、もういい。なんだよ、変なやつだな。
何を感じ取ってるの？ボルラーンのお出ましも近いから。そう願いたいものです。ようやくだ。待ってろボルラーン。ねえサラ、シオンのことなんだけど。何か一人で悩んでいるように見えるか。私たちに対する態度とアルフェンに対する態度もなんか違うし、アルフェンは記憶も痛覚も取り戻したけど、シオンにはまだ茨があるし、だからぎこちなくなるのは仕方ないのかもしれないけど、でも本当にそれだけなのかな。それで何かしてやりたいのだな。前にシオンは私に言葉をくれた。だから私もシオンの力になりたい。でも今のシオンにどんな言葉をかければいいのかわからなくて。確かに今のシオンは心にいろいろなことを抱えていて、その絡まった糸を見るだけで精一杯のようだ。だからといってむやみに踏み込むことが必ずしも良いこととは限らない。でもだったらどうすればいいの？今私たちにできるのは見守ることだと思う。シオンが心を見せてくれた時、すぐ手を差し出せるように。シオン、あらママ、ということで今度こそボルラーン戦だよね。信じて進むよ。またアイテムないけどね。回復スポットあるやんけ。これ勘違いして使ってたら大惨事だったよ。ボルラーンは水のスルド。ということはやはり水にまつわる力を使うのだろうな。ちょうどアルフェンとは正反対か。なんだか因縁めいてるよな。思えばあの男はこれまでの対決では二度とも剣技だけで一度もその能力を見せていない。にもかかわらず素早く予測できない動きで我々全員を圧倒しました。恐るべき相手です。なあ、間違いなくヤバいぜあいつは。ふぅゆー、大丈夫大丈夫だよフレル。シオン、なんでもないわ。行きましょう。ということで次回こそボルラーン戦だね。まずは様子見からしてみるよ。